本日2段目、はい、久保手さん、はい、そしてこの駐車場にですね、これは天狗様ですか、行者様ですか、うさらか彦、まあ1時間くらいですね、はい、はい、じゃあ久保手さん、天狗様のカラス天狗様の山です、はい、はい、あのなんかすごい煙がね分かれてますね。久保手さん、石の道が続いてます。久保手さん石の道、はい、阿弥陀窟その先かな、海蔵海駒場跡とザスボウエッジ、ちょっとずれてるね、さっきもそうですけど、うん、なんか違います、ね、若干ずれてます。フィシャン、ここは吉祥靴です。吉祥靴、はい、はい、第4の靴って書いてありますね。僕らが今日見る中では第1番目です。お経をここにね奉納されたそうです、はい、多聞天様のね多聞窟、あそこですね、多聞窟、普賢の滝、上の方の岩からね、うん、滴ってますよ。ほら、光がすごく綺麗に映りそうですよ、リーさん。また光が綺麗、ここが第二地窟だそうですよ、はい、皆さんここで修行なさったという天井があるんですね。石が転がってましてね、岩の階段になってますね。ここは阿弥陀窟、ここは5番目の靴ですね、はい、はい、菩提さん、はい、到着しました。